ゆうた、ゆうま、ひゅうが、はい、LINE の一言、偉人の名言にしてるやつ、大体早起き苦手ヤマト、コバトです。今日は何？今日は表紙。まあ、ちょっとね、今日 の企画に入る前に、皆さんにちょっと報告させていただきたいことがありましてですね、僕たちコムドットの初写真集が、予約の段階で20万部決定しました。すごい。予約の段階でです。すごいね。どんぐらいすごいですか？どんぐらいすごいかを説明するのはすごい難しいんですけど、うん、僕が書いた聖域がめちゃくちゃ頑張って22万部。これはもうあの世の中に出てレビューとかも出てるからさ、まあ、中身が大体どういう感じかなとか、まあ、立ち読みとかもできるんで、それで、まあ、22万部です。ただこの写真集は中身が出てない、しかもタイトルも決まってない、なのにもう20万部することが決まったっていう。出すよって言っただけで20万部。そう、これやばいですよ。坂道系のアイドル僕大好きだったから、はい、で24万部とかで大ヒットって言ってました。超えちゃいそうって、そこは絶対超えるって感じ。でも男性グループだったら今の1位。すごい。そうなんだ、マジすごいね。そうで、やっぱさ、なんか分かんないや、視聴者の人もで、俺らですらちょっと分かんないから、それでちょっとあの小寺さん、これどんぐらいすごいんですかって聞いたら、いや、山田さん、これはもう業界が震えてますよ。え、業界が震えてる、あの、そう、出版業界がもうそのどの会社とか関係なく全員ヤバいってなってる。へえ。で、あの、俺の聖域を担当してくれた編集者の杉浦さんって言ってるんだけど、杉浦さんも、いや、本当にやばいことですよ。もちろん、その、聖域もやばい。もう、その、YouTube の中でボーンってなってたけど、なんていう、写真集の予約前っていうのが、偉大な記録すぎて。偉大中なんだ。そう。うん、やべえらしい。業界が震えてますよ。あ、業界の聖域って。そう。嬉しい。嬉しい。うん。でも自分たちの力だけでは達成できるような記録ではなくて、ファンの人たちがこう予約してくれて、まあ、こういう結果が出てるので、ね、ありがたい限りなんですけど、うん、まあ、でもやっぱそのなんて言うんだろう、価値に見合うような頑張りをしたから、写真集俺らも本気で気合入れて撮ったし、本気でカメラマンさんとかヘアスタイリストの方とか関わっていただいてるんで、本当にぜひ楽しみにしていただきたいと思います。うら、ん、で、あの、一応その5人が表紙のやつと、メンバー1人ずつが個人表紙のやつが出てたじゃないですか、うん、それの個人のやつもめっちゃ売れてるんだって。で、まあ一応ランキング聞いてきて、おお。1位、エース佐藤優太。ありがとうございます。まあ第2位、うん、僕です。はい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 、聖域さんね、さすがに、うん、やっぱまあビジュアル担当ですから、はいはいはい、はい、まあこの写真集はやっぱり2位ぐらいにいないと、まあ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 、そうだね。ということで3位の発表です。はい、これ結構重要です。はい、いいですか？はい、これ嘘なしですよ、うん、3位、浦田さんです。素晴らしい。おい、誰が画像になったら興味ない。誰が動画の面白い人なんだよ、もう。で、4位は、4位はヒュー。ああ、そこがそこなんだ、残念だ。すごい、すっごい、そこやだよ。せめてやってほしかった。ごめん、あっちゃん、本当にごめん、あっちゃん、ごめん、ごめんね、ごめん。なるほど、分かんないから、ね、そう、うん、けど本当にすごいんだろうね。あ、ゆうたは本当にすごいって、本当にすごいんだろうね。でも、もう俺との差もすごいって。あ、本当、へぇ、ぶっちぎりで売れてるらしい。浦田さんが3位という。へぇ、すごい。普段が適当だからってことかな。あ、ギャップでバレたってことか。これさ、俺よくないと思うんだよね、このギャップが褒められる文化。このせいで浦田さんは普段気抜いていいって思っちゃうのよ。あ、まあまあ確かに、そう、確かに。俺は本気ですれば、まあ結構売れますからっていうのになっちゃうわけや。普段モサーっとしててさ、確かに髪とかね、ハゲーっとしててさ、こういうところでバチン決めたら3位取ってくるわけでしょ。ヒューガーの気持ちになるよ。本当だよ、帽子しかかぶんねえよ。あの、まあ、いろんな雑誌出させていただいてるので、まあ、こういう話がね、できるんですけども、業界的にはどうなんだろう、タブーなんだな。あんまよくないんじゃない。あんまよくないよね、うん、けどね、俺はそのどの担当者の人とも言うんだけど、いや、任してくださいと、頑張るんでこれしか言えない、うん、もしかしたらタブーかもしれないけど、うん、まあ、せっかくこう事務所に入らないでさ、やってきた意味っていうのはここにあるかなと思って、うん、いろんな雑誌の方と自分たちのベストを出すっていう作品をいっぱい作れれば、うん、全然悪いことではないのかなと俺らは思うから。これって事務所入ってたらできなかったかもしれないことなんだ。そう、あ、そうなんだ。いろんな雑誌にバン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 出ちゃうと、雑誌社からしたらさ、発売の時期がこうこうで被ったらさ、売れないやん、うん、そういうのがリアルにあるから。ありがたいことにファンの方はどっちも買ってくれる方がすごい多くて、うん、だから雑誌の方とかもそこはちょっと問題ないっていう風にしてくれてるから、うん、本当にファンの人のおかげでこういっぱいいろんな仕事ができてるっていうのは、マジそういうことだね、あるんで、本当にありがとうございます。うん、ということでね、まあ、早速本日の本題に入っていくんですけれども、まずはじめに重大発表ということで。多いわ、もう
重大発表が。嬉しいことですよ。ファンの方にちょっとね、すごいビッグなサプライズ報告をさせていただきたいと思います。はい、僕たちコムドットビビ1月号の表紙をやらさせていただくことになりました。やばい、すげえ。中に乗ってたやつね、俺らが。そうです。で、バードとのシールドを目指させていただいて、今回僕たち乗るのが3回目になるんですけれども、今回表紙ということで、あーやばい、素晴らしいです。で、この表紙の撮影を実はまだ行っていないんですけど、担当者の方からぜひ今回表紙行きませんかと、300万人の協力になればありがとうございます。結構ね、そのビビの、その僕たちの担当者の方とも仲良くさせていただいてるんですけど、まあ過去の自分たちの実績とかを見て表紙をやるにふさわしいんじゃないかっていうことを言ってくださって、一応 YouTuber で初めてビビの表紙をやらさせていただきます。ありがとうございます。お願いします。で、まあ本日の企画なんですけども、ビビの表紙にちなんだ企画となっております。ということで、本日の企画、コムドットのビビ表紙撮影大密着してみたー。これやっぱ密着っていうの僕たちね結構好きなんですけれども、まあ大体これ外部の方にしてもらうことなんですよ、密着なんちゅうもんはね。まあ情熱大陸さんなんですけど、やられたいですね。いや、ほんともう来てください。あるんですけれども、まあ、僕たちはそういうのやっていただけてないということで、まあ、毎回毎回自分たち密着していく。まあ有名なやつなんかでいうと前日編集、当日編集、そういう動画があったりするんですけれども、まあ、そういうところでね、密着していて、密着の動画って結構皆さんから好評いただいていて、まあ、自分たちとしてもなんか新鮮で面白いななんて思っているんで、なんで本日はビビの表紙撮影の様子とか、まあ、その合間の休憩時間とかをちょっと密着するみたいな動画撮っていこうかなと思います。うん、めっちゃいいよ。どういう感じでそのみんなの元に届く写真が撮られてるかっていうのを見てもらうっていうのはちょっと新鮮で面白いんじゃないかなっていうことで、ビビの表紙の撮影日が明日なんで、まあ明日もうフルでカメラを回していこうかな。で、まあ、最後に予約解禁日になってお伝えできたらなと思います、うん、皆さんね、この密着動画最後まで見ていただければなと思っています。それでは行きましょう。うわーなー、ありえないぐらい変な子なってる。うわーなーやばい、やば。まあ向き好きになっちゃってるな、うん、好きになっちゃってるでしょ、うん、距離近いし気持ちいいし、もう笑うな、出てんだろ、上機あっちゃん、なんかやっぱりここに書けないバトルばっかりだ。やめろ、書くなよ。やっぱりだ、言おうとしたでしょ、今言おうとしたここ通ったの見えたから、見えたから一個ぐらい言っとかないと、プロ意識だ。え、何を暴露させられさなってるんですか、今。いや、ここで一つ大暴露、うん、で、うん、表に出せるような爆弾だよ。あーあ、うわ、何書くかちょっと気になる。すいません、じゃあもう明かしちゃおうかな、本当に。え、でもまあどうする、視聴者さんには楽しみにしておいてもらう。まあそうだ、視聴者さんには、うん、マジ読んでください、これマジ暴露してるんで。ガチ暴露だ、やばいんじゃない。スキピーの名前とか書くなよ。いや、やばい、バレる、スキピーのバレるキモガルやん。うわ、うまそう。ケガの席取れるようになったんですよ。最初怖くて取れてなかったの。ああ、だって俺柔らかくなってきたとしたのに。そうかな。え、そうじゃん。え、そうですよね、変わりましたね。え、確かに。あ、出しちゃったけど、お仕事取れなかったから怖くてね。これそんな…なんだろう、なんだろう、落とそうとする感じ。いや、落とそうとしねえよ、俺ね。ちげえよ。うわ、うまっ。嘘つくなよ、お前。お前変態のことばっか考えてんの知ってんだわ。なんで知ってんの。友達だから。まっすぐだな。なんかいい、知ってる。この年になってパプリカとかがうまく感じるわ。食えなかったの昔。うん、うん、この中に入ってる中でさ、唐揚げとかが一番うまいわけ。うん、シシトウとかが一番うまかった。だからやばいんだけど。なんで撮ってんの。上からの指示です。誰上って。僕の上一人しかいないですけど。どーん、どいつ。 SY。 あ、あいつか。もう唯一友達じゃないやつが構成されてるチーム。なに、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 言った。何が。何も言ってない。言っちゃった。言ってないって。一人だけ頭いいからチームに引き抜いたやつ。いやいやいや、言っちゃった。何何何何、 SY の悪口言ってないの。 SY ってやつがいいね、この会社には。 SY
すごいか。うちの会社のここの家だな。金を作る天才。言い方悪いの。何何何、どうしどうしどうし。とてもなく言い方悪いの。何何何、ピサとかここの家混ぜたみたいなやつ。最悪や、うん、あいつだけバルハラなんだけど欲しい、ただ実力が悪い。こういう風に誘って、こういう風に帰ってきたら、こういう風に帰ってきたら、クソにクソに喋り会話の流れは何だろう。どういったのか、ゆばみにその話の、まあ、じゃあ、ちょっとここ行ってみる。私が気になってるところだと、どうじゃあ、駅で待ち合わせるのと、迎えに行くのかどうですか。あ、でも意外と駅で集合するの好きだ。朝は、朝から行かない。何それ。え、リビの撮影じゃないの。ちげえよ、お前。どういうこと。あの、これ一応カメラです。やべ、見られた。雑誌で見せる俺の一連見られたとあるすぎだろ。次考えて、長いと思われる。そんなことないよ。やだって。いや、なんでそんな足。楽しみたかったな。もっと一緒にいたいなって思われた。何してだから雑誌の撮影とかで今日いろいろポージングで考えてきたから。あ、本内さんもこれ一応ためにじゃあ事前に何かみたい。こんなに一面見せるキャラじゃねえからやっときよ。こんなに嫌なものだと思ったら、何言ってたの。あ、まあいつも嬉しくてね。オムレットうまい。行ってくるわ、あいつらのとこ。とりあえず頼まれた方がいい。あれ言うともほぼ完成じゃない。完成ですよ。とりあえず頼むわって言うよ。なんだあいつに任されんじゃん。オミオーダー入ってますけど。ちょっといつもよりやっぱりマッサージが多めで、うん、もう終わっちゃいましたね。どう睡魔が気持ちよすぎて。あー、もうなバカ眠い。どうですか、麦の癖っ気。いい感じです。優しくて可愛くて大好きです。結構あのまっすぐにしてもらうの嬉しいです。なんで三浦さんにガチ嘘ついてる。ついてない。どういうことだよ嘘って。え、何何嘘は。ヒューが一人暮らししてるっていう嘘をスタッフさんにつきまくった。ついてねえって。三浦さん、っていうかどこに暮らしてるって言われました。一人暮らししてる。だからそうやって言ってんだ。タワマンに。そうだよ。だから、でここピー、ピーよ、もちろんピーマンとかにしててほしいんだけど。ピーマンとかにしててほしいんだけど。ピーマンに住んでるとかにしててほしいけど。この辺のさ、仕事した人とかに別に一人がしてること言ってもいいよ。でもしてないじゃん。いや、だからもうしてなんだよな。え、なんなんの狼少年みたいな感じ。狼少年ガチ嘘しかついてない。じゃあお前らも知らないだけなんじゃない。俺の一人暮らし。それは怖いヒューが。来たことないやん実際に。だから急にヒューガの契約能力のなさを知ってるからそれはありえない。だから契約しないで行ったよね。日本結構甘い国だって。嬉しい。チョキヒューいくら。チョキ2,300したな。めっちゃいい国住んでる。で家具3,400したな。すんごい。家賃いくらな。家賃は5,60。まあ、稼ぎちゃうからな。お前だけ一人だけ別に。じゃあ僕タバコ吸ってきます。来んな、二度と。絶対来んな。寝に来いわ。実家じゃねえ。たまたまいた時の話。あーこれ俺一人がしてる。いや、女の子のこんな行動に弱い。ちょちょちょ、今、撮れてる撮れてる。綺麗綺麗。今日、実家のカレーと。やめろやめろ。いや、ファンの夢もぶち壊すな。どうも、青ひげ柔らかくして剃ってる人で。やめろ、やめろ。どうも、青ひげ煙で柔らかくして剃ってる人で。勝手に自己紹介すな、お前。はい、ダルビム帽子取った瞬間かっこいいとか思ってんだろ、お前。ひげ生えてくせに。ひげ生えちゃダメなのよ。あったか顔。ゆうたくん、完成しました。いや、すごいですね。行きましょうか。ネオユータ。行きましょう、ユータ。あ、そう、それぐらい。
どんなことか。常に明るく行けば別に断っても気まずくないみたいな。やっぱでも気まずくさせないっていうのはいつも気にかけてるんですか、はい、めちゃくちゃイケメン。すごくないですか。じゃあ、はいはい、初デートするとしたらどんな一日にしますか。その彼女ができてその初デートです。じゃあ好きなこと初デート。好きな、うん、この年だとやっぱドライブ。ドライブかなと思います。じゃあ朝からタイムテーブル教えてください。朝一日デートですか、うん、一日デート。ちなみにゆうまくんは一日は無理だから夜ご飯だけにするっていうプランでした。初デートだと僕も夜ドライブだけ、うん、何時くらいに集まります。仕事終わって9時10時なんですか、ね、あ結構夜、はい、まあ、次の日遅い、うんうん、でお迎えに行くんですか。迎えに行く。迎えに行く。どこに行きます。デートで僕が車乗ってまずすることが、うん、とりあえずスタバ行こう。おーいいね、いいね。ドライブスルーを、うんうん、しに行く。スタバまで女の子からスタバの家まで行く間に行く場所、うん、一緒に話すみたいなのが、うんうんうん、めちゃくちゃいい。スタバ行こう。あ、いいっすか。すごい。やっぱ飲み物もあった方がいい。いいいい。しかも好きなもの頼めるのもいい。そうですね。あと水も買っておきます。水と水を置いといて。水はすでに買っておきます。あ、そうです。ロックナイフスピタリティで、キャップの硬いところまでは開けてます。おー、すごい。どこで覚えたんですか。俺はどこで覚えたんだろう。俺の優しさです。めちゃくちゃ傲慢だ、急に急にお前傲慢だ。だけど事実だから、俺がそういうことしちゃうの。続きはビビで。結構イラッとしてる。足も差し込んで。じゃあリラックスって言われてんだよ。ちょっと緊張してる、うん、硬いっすね。テクテクします。気持ちいいですね。古田さん、車の急上昇1位っす。おめでとうございます。さっき見ました、僕も。マジですごい。4本連続ぐらいじゃない。ほんとそうだね。あ、気持ちいい。好きになっちゃうでしょ、今。メイクさんのこと好きになっちゃう。こんなことを言いましたが、僕が実は好きになっちゃいました。終わりました。社長、ヘアメイクが終了しましたけど。お、めっちゃかっこいい。かわいい。ありがとうございます。完璧です。社長です。大将、こっちに立ってるぐらいで、はい、はい、で、たまに目線。あ、どうも。どうだ、ちょっと社長撮影中だからテンション上げてきて。よし、またまたまた、早く早く早く。右右右右右右右。かっこいい。彼女にしか見せないよね。いやいいっすね。彼女にしか見せないんで。おお、今の撮っておけばよかった。プロ級の画面にプロのメイクさんとプロのセービスさん、プロのカメラマンさんの力が合わさって国宝が出来上がるってことだ。今回国語特集じゃない。え、誰？え、寝起きの営業。やばい。寝起きの営業。寝起きの営業。ちょっと現場間違えてますよ。ナリは今日の衣装やわ、お前。これ？え、どうなんだ。みんなだけだ。びっくりした。普通に現場出たことねえの。めっちゃ生きてるやつ。もう何しに来た、帽子マン。痛い？痛そう。一番凝ってるかも。痛い。すげえおもろい映像流れてるやん、多分今。今日一レベルでおもろい映像流れてるやん。マッサージはマジ気持ちいい。誰ここにスタバのベンディサイズをキープにした人。誰がお前ベンディサイズのように顔だ寝がくてたげーだよ。うわ、首まで凝ってますね。いや、自分で言うなよ。お姉さんが言うやつだ。うわ、寝れてないんじゃないですか。ちょっとお姉さんが言うやつだ。自然とされる。え、だって俺だって何も刺さってない。俺なら普段ラップやんねえ。ジョー君と食うたカップラーメン。え、これだって何がどうやって運転すんの。これだってすげえ。あいつかっけえな。あのマジで刺さってる。はいはい。今日全員ビジュアルやばいですね。撮影の時ってすごいわ。ビビーはなんか新しいの見せてくれるね、毎回。うん、そうっすね、うん。今日なんか全員多分セットアップで、かっこいい感じの。ふやくんいい感じだって。ありがとうございます。
お、かっこいい、見て。これでも見たらね、楽しみが減るからね。ヒューガのリアクションの届くし。うん、マジかっこいいやん。うまい。やばい。ビビに伝説が起こった。嘘っぽいわ、そういう風に言ったら。ガチか。ユータとかチン先出てるやん。ヌード誌やん。いやマジか。え、けどリアルの話、乳首はめっちゃ出てんのよ。発言は全責任こもってヒューが持ちます。ありがとうございました。誰この人たち。ニコムドットっていうヒューガです。ニコムドットか。聞いたことある。かっこいいっすよね。いや、あの面白くねえやつらだな。やめろ。だせえ。日本一面白いやってんだから。陰キャどもだろ。やめろお前。だせえな、あいつら表現集団だろお前。だけど、あのあれだろ、あのリーダーのゴミトっていうやつ。ゴミトじゃない、やめろ。ゴミトだって。じゃあ次こちらです。はい、はい、グミット。この動画、ボンがカットしろときや。おい、おめえがカットしろって聞けるって言ってんだからな。俺がやってんじゃねえかよ。おい、おめえ、おい、なんでおめえカットしろときやってるんだよ。僕、できないです、カットしろとき。あ、なんか、ズボン持ってるぐらいで大丈夫。なんか、この息子どもが頼んだピザをみんな帰った後に冷めて食ってるお母さんみたいな。どう、今のツッコミ。20点。何だい。10点ごとは多分良かった。お母さんってこっちってなる。なるさ。冷めたピザ。集める時間もなくパートで忙しい。俺の母ちゃん人一倍早くピザ食べるやん。かわいいじゃん。お前ね、この空気つくな。あれ、ごめんなさい。黙れ、オカマ大臣。お前ね、オカマ産業省、オカマ大臣。どすこいピザだ。お前経営者や。違う。デキンタマどうしてんの。デキンタマって何言ってんの。デキンタマどうしてんの。デキンタマすげえやつだよ。これ多分何をしてんの。タルジュじゃないんだよ。ちょっとあのパソコンショーって彼女って大丈夫。初めて映って見ない。人生初映って見ない気がする。思い出になりました。今のこの2人盛り上げしてる。じゃあ今から始めよう。盛りですかっていうね。できるもんじゃないの。できるって言っちゃったもんな。できない。まあ俺に映んなきゃ大丈夫だから。ちょっと始まってたから。映るよ。やめろ、お前絶対映る。俺は絶対に映んない。はい、やばい。オッケー。やめろ。お前でかい皿割れたわ普通に。めっちゃ笑うやん、自分のことで。自分のことで。今度ユータから映るんじゃない。オッケー。こんなに髪を感じる。どすこいピザ店長、渡辺の前。うん、もっと牛タン。牛、うん。で、噛むみたいな、ピザ噛む。ピザ噛む。ピあそこに映ってるコートの、このコムドットのリーダーなんですけど、あのコートのやつはアマチュアのくせにプロの人たちと混ざってます。現在ただの YouTuber、 雑誌の最前線で活躍してます。彼のこういったところがやっぱ素晴らしいところです。素晴らしい金の加減、ありがとうございます。あれはプロではないですよね。プロではない。なんで本来クリエイターがあるところに行くのは結構恥ずかしいことですね。ユーマはそれでいいの。お前綺麗すぎるわ。プリオチもう盛大にやるから、ね、これのためだけにグッといたしね。これのためだけにグッといたしね。グッといたしね。お願いします。お願いします。あ、わかりました。僕正面で行きたいです。
そう、行けって言われてんだよ。いただいてるんですけれども、まあ見ていただいた通りで、ね、ビビの表紙の撮影をしてきました。どうでしょう皆さん。やっぱ楽しいね、うん、現場がはつらつとしてた。まああなたやっぱムードメーカーですから、うん、やっぱ楽しい雑誌の撮影が結構立ち回ってましたけど、うん、多分結構過去一でみんな眠かったっていうのはあるかも、うんうん、僕たちが表紙をやらさせていただいたのが1月号ということで、1月号といっても発売するのは、まあ、11月の22日ということで、おー、うん、俺の誕生日の5日号はいはい、なるほどなるほど、1ヶ月きっと俺の誕生日に5日後ね。ちょいいいよ、そういう風貌で誕生日アピールきついでしょ。いやいや、俺もやってほしいなと思って、日向君の誕生日まであと28日とか、インフルエンサーさんたちに、いやいやいや、ファンの人にやってもらえ、じゃあファンの人にやってもらえ、いや、やってほしいな。じゃあ荷が重いわ、インフルエンサーがやるには。インフルエンサーの人がやってくれないかなと思って、毎日毎日。えぐくないよ、やってくれるか。いや、やってくれる人いるかなと思って、いないかな。え、誰にやってほしい。え、JP 君。JP 君はやりそうやん、ギリ。業務連絡みたいなのみ。まあ、ギリやりそうやん、ね。まあ、JP 君とアリシャンさんはやってくれそう。でも俺、やってくれたら俺、17日逆にプレゼントするわ。逆に。俺が。俺がタンプレ渡しに行く。ログインボーナス的に、うん。そうそうそう。それ、ログインしてくれた人に、ね、俺、絶対渡しに行くわ。あ、じゃあこれ見てくださって、インフルエンサーのことに。毎日ヒューガーの誕生日のカウントダウンやってくれた人には、ヒューガーからプレゼントすること。ガチで渡しに行く。しかも、ハイブラ。欲しい。それは絶対やんないから。絶対やんないから。じゃあ一応そのヒューガ君の誕生日までカウントダウンした方には高級なものをプレゼントすることで、もうガチするから、これ俺。まあこれはゆうた君の誕生日から始まった文化ですけどね、うん、それはやっぱインフルエンサーさんに俺がやっていただきたいっていう。ゆうた知ってる？ゆうたの誕生日なんていうの、2年後の誕生日をカウントダウンしてる人いるからね。あ、3月6日からカウントダウンしてることがいたり。あ、え、そう、それやん、最新。そのもっと新しいのが2年後のユータの誕生日のカウントダウン。むずい、1回あるやん。いや、1回あるんだけど、あるんだけど、だから700何日前やん。やば。1回ある誕生日は中日なんだ。そう、中日みたいな。2年にこう、標準を置いてることも言いますから。ということで、改めまして発売日が11月の22日になっています。はい。で、まあそれがね、あの発売日っていうのは、まあ書店に並んで皆さんが本屋で買えるのが11月22日なんですけれども、これをね、とりあえずね、カレンダーに入れていただいたとして、これはやっぱ文明の発展で予約っていうのができるわけですよ。出たー、公式な予約開始日、本日になっています。おお、公式って言ったんですけれども、まあ、なんであえて公式って言ったかというと、まあ、サーバーをね、こう使ってやるわけですから、今日の公開の前にサーバーを一応テストで使えるように試してこう上げてるのよ。で、ファンの人がすごすぎてそれをもう見つけちゃう、あの公式に発表する前に。だから、あの俺らが言ってないのに写真集とかはもうランキングの1位とかになっちゃってるわけよ。だからこれファンの人がすごくて、で、そのファンの人の間でも、え、これって本物なの？え、これ偽物だったらヤバくない？みたいな感じになっちゃってるんで、あの予約が基本的に売り切れるっていうことは まずないんで、うん、僕たちがちゃんとあの予約の日は言うの。今度からはそっちの情報をね、頼りにしていただいて、探してもらえるのは本当すごいことですけど、うん、あの一応本日の、ま、9時にあの予約の URL を解禁ということで、ま、そちらから購入していただいた方は、ま、確実に届くよということでね。まあ、今回はですね、僕たち付録としてあのバードックのシールの第2弾を付けさせていただきます。おー、こちらもね、皆さんにぜひゲットしていただきたいなということで、新しいシールなんかもね、あの入ってるので、
ぜひ皆さんゲットしてみてください。しまーす。まあそんな感じでね、今日はビビの表紙撮影の裏側に大密着してきたんですけど、こういう仕事をねたくさんこなしつつね、まあ YouTube に還元したりとか、まあ YouTube 界をもっと盛り上げていければいいなと思うので、ね、まあ業界の人がこれを見せたらビシバシ連絡をいただきたいということですよ。そしてね、僕たちコムドットの年内目標である300万人っていう数に向けて、もう徐々にこう詰めているわけですけれども。まあ視聴者の皆さんに分かりやすく説明すると、まあ今、全盛期の勢いです。戻してきました。まあ皆さんのおかげなんですけれども、ここまでバーンって戻してきてるので、このままだったら確実に300万人いけますと。まあでも僕たちね、油断せずに、こう気を引き締めてやっていくので、もう本当に皆さんの拡散が本当に助かるので、学校とか職場とかでぜひよろしくお願いします。それでは、また次の動画で、バイビー！過去一じゃね、これ。バイビー。